も月づき門は、甲賀流、忍者。甲賀五十三夜の筆頭閣、も月氏の出身とされる。大見国水口に在住していた。寛永十四年、島原の乱に出陣する討伐上司、松平信綱を、甲賀古百四名と共に、水口で出迎え、参陣を申し出たが大勢は、連れて行けないと断られ、よう門ら十名が代表として参陣する。 忍びとして、一気勢の牢上する原城の見取り図の作成を命じられた。当初、潜入は、日後細川家の忍びが命じられたが、警戒が厳重で城に近づくこともできず失敗し、改めて、甲賀衆が命じられた。しかし、事前に忍びを潜入させておくことに失敗したため、情報収集は、困難を極め、洋衛門と共に潜入した。 芥川七郎兵は落とし穴に落ちて、石粒手を打ちつけられ、重傷を負い、任務は失敗した。同年12月、白型の兵糧米のダッシュの命を受け、海側から城内に侵入、米田原13秒を奪い取る戦果を挙げる。寛永15年、信綱の命を受け、城内を偵察、兵糧が突きかけていることを報告した。この法を得て、信綱は、総攻撃を決断。 原城を落城させることに成功した。落城前日の1月27日には城内に潜入して敵の旗を奪って脱出し、城の防衛能力が消失していることを実証した。ありがとうございます。